食後30分以内にやると痩せやすくなる4分ダイエット一緒にやりましょう。まずはその場で手と足同時に上げます。同じ手と同じ足両方同じように上げてください。背筋を伸ばしてお腹を引っ込めながら、手につられて足が持ち上がるような意識をすると気持ちが楽になります。息を止めないように呼吸をしながら行ってください。お調子です。4分間すぐ終わります。頑張っていきましょう。呼吸をすることでカロリー、脂肪が燃焼できます。ペースはゆっくりでいいです。できるだけ足を高く上げてください。次は手足別々に動かしていきます。だらだら歩くのではなくてピタッと止まるような意識です。その調子です。しっかり深呼吸をしながら手足を動かしてください。ゆっくり動かすことで筋肉をしっかり使うことができています。食後に行うことで血糖値の上昇を抑え、脂肪の蓄積を防ぐと同時に脂肪の燃焼を促すことができます。たった4分です。誰でもできる。続けていけばダイエット効果ももちろんありますから、始める日はコメントに日時を記載してスタートしてください。今度手と足を同時にクロスしてすねをタッチします。お腹をへこませながら息を吐きながら手を遠くに伸ばして足を近づけてください。その調子。食後の4分が習慣にできれば皆さんも無理なくダイエットを続けることができます。短期的な目標ではなくて、できるだけ続けやすい運動があなたにぴったりです。疲れた顔をしていると喉が閉まってしまいます。笑顔を作ると喉が開きます。しっかり笑顔で息を吐いて OK です。今度は手と足を大きく振って歩いていきます。ももを高く上げて、できるだけ手は顔の横くらいまで持ち上げて、しっかり肘を後ろに引いてください。ももはできるだけおへその高さまで、しっかり胸を張ってお腹周りを引き締めると、お腹痩せ効果もアップします。お腹を引っ込めながら胸を張ってください。あと少しです。皆さんあと少しですよ。頑張って。はい、よくできました。最後は好きなポーズ。